ください。はい。マイ雑巾 VS マイ雑巾。私の雑巾。そう。もう一回、もう一回ですか、もう一回ですか。マイ雑巾。これは徳川。徳川とか。徳川のマイ雑巾。と、あと一つはマイ雑巾。本当？私の雑巾ね。これって、ドギーさん、コーツつける必要ついてない。ついてない。これ、ついてる。これ、ついてる。ついてるよね。これ、天秤がさ、片方浮いてないんだよ。だから片方天秤地面ついちゃったの。もうすでに。片方がもう。これ、天秤がこう、ちょうど釣り合った状態の等しいやつを戦わせるやつでしょ。同じ重さのやつをこうぶつけ合うみたいな。もうなんか全然違うことになってる。いや、まあ、やる？言うからもいい。いや、何がいい？タイガー、何がいい？本当に？本当に？やるの？まだ間に合うよ。聞いてなかったって、もう一回ジングルからやる？聞いてなかったってこと？もう一回ジングルからやる？争わずに終わりそう。どんなね、なんか活路見えた人いたら一回ツイートして。片方の埋蔵金の方が負けるような気しかしてなくて。しかも大体だよ、基本雑巾はみんなのもので、うん、そうあんま自分のもの我が我がしちゃってんだよね。人のなんかないし欲が出ちゃってる、ね、人間マイの方の欲が出ちゃってる、ね、よく考えたね。どっちが言いたいか。ドギーさん、ごめんなさい、酔っ払って前に送ってた。だと思った。シラフのやり方じゃないよ、これは、ね、うん、朝の7時1分に、はい、酔っ払いすぎよ。朝の7時1分え、ちょいの思いついた。今でも食ったんだよ。埋蔵金と、埋蔵金やっぱ、やろう。ドギーさんがさ、酔ってる中思いついて、だって普通の発想では思いつかないもんね。気持ちがあるもんね、ドギーさんのね。わかりました。じゃあ埋蔵金で、どうしようかな。じゃあ僕、徳川の方の埋蔵金でいいですか。じゃあマリア、埋蔵金で参ります。先行もいいんですか。もうこれ、あ、いい、あ、本当にこんなにもらっちゃっていいの。もう、大河で終了してもいいよ。参ります。よーい。埋蔵金、まだ見つかっていないとされるものもあるらしいですね。金塊だそうです。価値がある。埋蔵金、まあるかないかもわからない、おとぎ話、夢のような話だけど、埋蔵金だけははっきりしてます。この世に存在する。埋蔵金あるけれども、金、まあ価値のあるものを地面に埋めてるわけよ。後世にそのお金を受け取ってくれっていう、その埋めた人の気持ちも入ってるし、何よりロマンが多いよね。どれぐらいの価値のあるものがこの地中に埋まってるんだろうっていうロマン、うん、夢を見せてくれるのも埋蔵金です、うん、あのさ、もうほら幸せじゃない。12月に入ったらやっぱり大掃除。うちのうち見てもらってもいい？こんなに手紙か、どんなしたの？あー、これでだよ。マイザオキン。マイザオキン、どこで買えるの？ジャパネット高田。売ってないわ。送料困んわ。シラス感謝祭セールス。送料まで呼んで。マイザオキン。すごい。
すごい、すごいな。いああ逆に本当にって、全然面白くないよ。すごいよ逆に。本当に埋蔵金に勝てる。どんなしたらいいんだろう。もうね、特殊なことこちらはしなくていいのよね。あの誰が見ても分かるわけ、誰が聞いても。雑巾と金では、金塊では価値の高さが違う。埋蔵金、価値が高いのはこっち。言いますけど、埋蔵金って埋まったまんまどこにあるかも分からない。夢の夢を。あ、実はさ、俺一応埋めといたからみたいなのを残して、本当かどうかも分からないもの。でも、この何があるかもわからないものを天秤で置きます。ああはい、ゼログラム埋蔵金って何があると思う。掃除した後とかもう結構重みますから、ね、水分も含んじゃう、そう、そう、ね、そう、るからね、天秤にかけて明らかに重いのは埋蔵金。すごい、すごいね。あのさ、なんかこっちがさ、もう本当に大きい刀を持って戦ってるところよ。マリさんだけ人参持ってんの。でも一応何回かつばぜりやしてんのよ。カギーカギーってなってんの。不思議な状況を。こっちは大きい刀だよ。身の丈ほどもある。ブリーチの黒崎一の持ってる。あなた人参。つけんじまだよ。そう。いい、つけんのつけんの。色もそ、ちょっと沖縄のね、黄色いやつね。でいいよ。こっち刀なのに何回かつばぜりやできてんの。不思議。達人が使うと武器はこうも光るのかな。今日はマリさんの勝ち。なんでなんで。それは違うでしょ。いや違うさ、それはそれは違うよ。え、誰の勝利。いや、ザオキンじゃない、違う。いい戦いはしたけど、埋蔵金に埋蔵金が達人が来る。夢にも思ったらよかったね、雑巾たちが喜んでる。やっと認められたね。ほんとね、うん、いやすごいわ。なんかいい戦いを見た感じがするもの。負けたけどなんか爽快感があるわ。人参でも勝てる、人参でも勝てる、人参でも勝てる、人参でも勝てる。ゆきちゃんはつけんちものだから。そうね、白菜がね、しっかりしてるね。栄養価も高くって。